はい、ホワイトベースの商品レビューのコーナードエスドエス、はい、キッカです。キッカはこうすると喜びます。はい、ね、キッカ今日一緒に仕事するんだもんね。おまた兼普通犬はこうされると嫌がるんですけど、キッカは嬉しいのね。自分から入っちゃうもんね。今日やりたいレビューはこちら。はい、パワーエイジのウィンターグローブ。うわ、めっちゃ毛ついた。防水のですね、防水防寒のグローブというふうになってます。はい、これ僕ね、自称グローブマイスターです。いろんなですね、グローブメーカーのグローブを買っては装着し、買っては装着しをですね、試してしまった挙句ですね、うちの中グローブでいっぱいになってしまったっていうですね、そういう経緯がありますけども、はい、まあそれも2年前ぐらいの話ですね。で、今回ですね、これパワーエイジの新しいモデルのですね、ウィンターグローブです。てかね、今年あったかいんですよ。すごいあったかい。暖冬だからっていう理由もあってですね、なかなかその冬物の商品伸び悩んでいるっていう業界の話を聞いたことが あります。はい、なんですけども、まあ、こちらのグローブは本当冬用なんで、夏はちょっと使えないです。冬場のみのものになります。で、すごくですね、これ押したいポイントがあってですね、それは装着感がですね、すごくフィット感がいいんですよ。なんだステマかみたいに思われるかもしれないですけども、そうじゃないです。何がっていうかっていうとですね、まあ比較対象を持ってきたんです。で、比較するものっていうのはですね、あんまりこう良くないらしいんですけど、同じパワーエイジのモデルで絶版のやつなんで、まあいいかなと思ってこれ持ってきたんですけど、これも僕が前々から使ってるゴアテックス、もうねゴアテックスモデルないんですよ、はい、なんですけども、要は何かっていうとですね、ゴアテックスっていうのはゴアテックスの生地の中に薄い手袋がもう一個入ってるような感じです。ビニール手袋みたいな形のが、生地のこのグローブのこの間に、要は二重手袋みたいになってるイメージですね。で、正確にはまあインナーがありますので、インナーがあってゴアテックスのがあって、こう外側のこれがついているっていう、だから多重構造を取ってるんですね。はい、で多重構造を取ってると、まあ空気が間に入ってあったかくはあるんですが、バイクの操作をするときにですね、ちょっとこう生地がずれるようなイメージがあるんですよ。こう中でずれるようなイメージが、わかります？要は軍手してビニール手袋して、もう一個軍手してなんか操作しようとすると、やっぱりこう動いちゃうんですね。ずれるんです。はい、でそのずれっていうのが、まあ人によってはですね、不快だったり、操作しづらかったりっていうのが、まあ確かにあるんですけども、僕はあんまり気にしてないんですが、こちらのパワーエイジのですねグローブは、防水で使ってるその生地、まあ、これはゴアテックスではないんですけども、そのものがですね、この生地と一体化、表面の生地と一体化してるんですね。だから、まあ、一体化、まあ、一体化って言っちゃっていいのかな、なんか非常にこう密着度が高いんですよ。でそれゆえにですね、操作した時にこうずれる感覚がですね、ほぼほぼゼロです。はい、感じ的にはですね、何だろう、もう、まあ、厚みもそうですけど、まあ、スキーとかで使ってるグローブのそのフィット感にですね、若干近い感じはします。はい、なのでとてもあったかくて、なおかつ操作しやすいという感じですね。ただ、まあ、1点だけ僕がですね、その要望としてですね、若干これ残念だなというのが、これ一応スマホ対応なんですけど、スマホのこの反応が、ちょっと画面個人情報出てるからちょっと映せないですけど、ちょっとスマホの反応がですね、あんまりこう 10S Max だと良くない。でこれで、ね、機種によるんですよ、実を言うと。うちのスタッフさんたちと、キッカこっち来て、キッカのですね、みんな使ってる携帯違うんですけど、で、各々全員ですね、一個一個試してみたらですね、8と7と
あと6ですね、この辺は反応してます。で僕の 10S Max だけはちょっと反応が良くないかなっていう感じがしました。なので、まあ、手袋したままそんなに携帯いじったりはしないと思うんですけども、そもそもその辺気にしている方はですね、店頭ぜひライコランドで試着してみてですね、自分の携帯がどのぐらい反応するかっていうのをですね、見た方がいいかもしれないです。うん、反応するかい？反応中？キッカーはチューすると目を閉じるんです。はい、はい、閉じてた、はい、ね、あとはまあ、あとは特に不満ないかな。まあ、人それぞれですね、指の形長さ違うと思います。で僕普段だと XL なんですけども、パワーエイジさんだと若干大きく感じるかな、若干です。はい、でも多分 L だときついで、僕親指が少し短いのが少し余る感じはしますね。ただ特にだからといって操作しづらいとかはないです。でハンドルどうしてもここで握るんで、親指は少し余裕がないとですね、ハンドルを握った時にこう詰まってきますんで、ここ詰まるグローブってすごい操作しづらいし、痛くて、なんか痛くないんだけどなんだか違和感あって気持ち悪くて疲れますよ。で手のひらのゲージって各社違うんですけども、僕ねホンダモデルのグローブだと若干ね親指合わないかな、ね、なのでこれ、ね、みんなねメッセージ入れてくんないんですよ、すぐ切っちゃうの。まあ、今日ね一応お店休みだから出れないけどしょうがないんですけどね。はい、でちゃんとプロテクターも入ってます。でグローブのねプロテクターの大事なのっていうのは手のひらの方です。はい、よくね手のこうバキバキバキってついてるやつあるんですけども、あれはまあサーキットとかですね、そういうところオフロードとかですね、そっちのユースだと重要になってくるんですけども、大体路上で転ぶと皆さんこうつく人あんまりいないです。まあ、こうやって避ける人はいると思うんですけども、大体道路に対してですね手のひら側を出して防御する人が、まあ、道路とか障害物ですねを抑えようとする動きっていうのは、まあ、ほとんどですね。なので手のひらここをよく削ります。皆さんこけるとですね、ここにパッド入ってますし、あとここの手の小底っていうんですかね、ここにもちゃんと皮が当たってますので、もちろん手の甲もですねそれなりに、厚くできてますので、別にそこだけ、脇が甘いわけではないです。できちんとこう手袋をこう手首の方まで行ってて、ここが絞れるんです。これ重要です。わかります？パワーエイジはですね、この旧モデルもそうなんですけど、裾絞れるようになってるんです。こうやってここ手首絞れるモデル結構あるんですけど、裾が絞れるっていうのは何がいいかっていうと、こう袖が上からこう来るようなジャケットを着た時に着やすいということですね。はい、カッパとか特にそうです。はい、よくねカッパをこうやって入れちゃう人いるんですけど、こう入れると運転してる時に上からこう水が伝って中入っていっちゃいますからね。はい、カッパ着る時は袖の上にやった方がまあいいかな。まあ、風で入ってくる時もあるので、それは自分の乗車姿勢とですね、もろもろ考えた上でやってもらえればなと思います。はい、そんなわけで、この今年のおすす僕のおすすめの、ウィンターグローブパワーエイジのですね、こちら品番なんだっけ、書いてないや。はい、なんです。いろんなカラーバリエーションありますので、もしよかったらですね皆さん店頭で手に取って、見ていただければなと思います。はい、ご視聴どうもありがとうございました。